さ、透けてない？せーの、どうぞご覧ください。セカンドストリートから行くかと思ったら、いや、それでも省略しちゃうからね。はい、ということでございましてですね、本日はね、小原ブラスさんをね、お迎えして、今日はなんと素敵な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 企画なんですよ。何やろ、どんな企画だと思いますか。なんかでもさ、ここの撮影してる場所の雰囲気がさ、エロ動画見るときにさ、そうなんです、空いてる部屋のとこの感じ。ここはなんと噂のプールなんですね。違うんです。違うんですかね。まずはね、まだまだゲストからね、いらっしゃいますので、なるほど、お呼びしたいなと思います。 G-3 モデルのゴゴさん、いかがでございます。モデルさん方々に来てもらいましたけど、一人ずつちょっとご挨拶をね。もう毎度毎度お世話になっております。 G-3 の太郎です。よいしょ。はい、初めまして、 G-3 モデルのゆきです。あ、初めまして。すごい、セカサさんの。あ、初めまして。あ、嘘、初めまして。そう、でもね、イベントには出てきました。イベントには、はい、ずっと来て。素晴らしいです。ゆきさんでございます。そして、お久しぶりですね。お久しぶりです。サスケです。よろしくお願いします。素晴らしい。はい、ということで、先日ゆきちゃん出てないねっていう話をちょうどしてたら、今回出てるじゃん。今がそうです。はい、ということで G-3 のね、皆様に来ていただいたんですけども、今年もなんか水着を出すらしいですね。そう、エロい水着を出しますね。言っていいんだね、エロいのさ。ぜひお三方に見てほしいな。あ、水着を。そう、水着といえばどんなイメージが。え、水着って言ったら、胸パン。あ、胸パンなんや。そうでしょ。すごい、とってもとっても多分ね、ムラ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 ムはい、ということで本日はですね、実際に、はい、お三方に新作の G-3 の水着を着ていただいて、あ、着てくれるの？生着替えタイムもあって、あ、されないの？大丈夫です。大丈夫だよ。大丈夫にするの？大丈夫にするのして、実際ここに立っていただいて、もちろん水着を見ていきたいなと。題して、セカンドストリートのスイムウェアパーティー、イエーイ。ということで、ファッションショースタート。そこで着替えるってこと？そうです。皆様、じゃあちょっとね、実況していきたいなと思います。ただいまですね、バタバタバタ、午後夕日が上裸になりまして、午後、サスケが腕を振りながら、今、持ちました。いい軸。待って、これ下を着替えるのも見れてる状態なの？ですよ。え、パーティションとかないんだ。ないですよ。本当？わー、すごーい。ちょっと気をつけてね。うわー、ちょっと頭まで見せてくるの。うがし合ったよ。あ、本当に皆さんパンツ脱いでる。もう嘘。あ、もう脱いでます。かかってるでしょう。で、待って、あなた全部見えてる。あなた何？本当だよね、マネージャーさん。マネージャーは一番全部見えてる。それでマネージャー何かわからめてるんだよ。顔赤っ。真っ赤。顔赤。
ちのマネージャーがもっと見やすいところにいるのキュッと今持ち上げてます。神保寺を直してるね。直してあげてもらうでしょ。直してあげようか。あとやっぱ毛の生え方もいいね。あ、やっぱ毛にこだわりあるからチェックポイントがありますね。ちゃんとね、毛があるっていうのがね、まあ、いろんなジャンルの方がいらっしゃるけどもうすごいですよ。今皆さんが多分見えないだろうけどセカンドストリートともう小原ブラスはもう何もかも全て見えてます。うん、なんかおつまみが欲しくなってきたね。酒を飲むかみんなちゃんと綺麗にあのポジションの直してなんかそのやっぱ玉がはみ出たら困るからそう玉を整えたりして。はい、今日まであっという間。これなんかやだ、私貴族のお遊びしてるの本当になんかやなんかあれして大丈夫これ。はい、ということでございまして皆さんもこれはとパンツ見えますか。スイムウェアこれね水着なんです。うちの水着って今年なんですけど一気にしか出さないんですよ。おお、そうやってさ分かんないんだよ。これ何でも G-by-3 さんの動画の方でブラスさんはビキニ好きって言ってましたからね。でもさ、ちょっとさ透けてない。え、ビキニが危ないかもね、色的に。今回のポイント前に G-by-3 をこういうのがすごくシンプルな。何してんの？シンプル、すごくシンプル、シンプルを表現するときにそうするものなの？後ろも可愛いね。わー！あ、お前は後ろ線がピュッと入っててね。ね、ちょっと気になる。直してあげようか。いいね。で、これは僕が前面に G-by-3 になってまして、要は3色ございます。あ、その3色。はい、私のネイビーと夕日の白。タスケのカーキーの水になります。ちょっとそっち行っていいですか。横のここのなんかエッチよね。あとさこのさ待って、もうちょっとこのさ、ここわかる、この肉がちょっとだけこうわかる、この食い込むのがわかる。さあ、話をしてんのタスケのお尻見た方がいい。すごい、すごい、ここがいい、ここわかる。顔映ってないの？もう真剣だからカメラなんてね。でもやっぱ一番透けそうだから白がいいよ。そうなるとなんか白ってエロいよね。でもお尻は緑がいい。それはさすがだじゃない。それはみんなそうでしょ。私もそのお尻がいい。私本当に言いたくなかったけどちょっと変態チなっちゃうからあんまり言いたくないんだけど、あれしネイビーちょっとこうなんか学校感もあるじゃん、ネイビー色って。ああ危ないよね。危ない。結構さすがに色が黒いじゃない。やっぱ緑の方がね、合うとなんか男の種ってかっこいいよね。パンツは白、お尻は緑、毛はネイビーすごいね。あとやっぱロゴとの色合いがすごくいいですよね、ネイビーに赤。サスケ君はこれサイズは何サイズなの？これサスケはね、XXL ですよ。そうなんですね。そう、お二人のは僕が XL 入ってます。 XL 自分が LL 脱いだりしない。でも全然ちょうどいい。これさ、心配なのがさ、しゃがんでるとかするとさ、ベロって出たりしないの？じゃあみんなしゃがんでみよう。ちょっとしさすがにちょっと危ない。しゃがみよう。
るんだよ。そう。あ、でも大丈夫です。大丈夫だね。意外と大丈夫だね。うん、すごいね。出てくるかなと思ったけど、それ水に入ったら溶けるとかはないの？何の話よ。これ一回限りなの？これ一回限り。これからプールパーティーとかビーチパーティーとか、うん、土曜芸の夏の遊びがあるので、そういうところで結構みんなビキニの水着履いてるよね。最近こっちの世界はマジでビキニだよね。だから海外旅行行った時の、うん、ホテルのプールとか、ちゃんとさ、商品やからさ、おふざけ商品と違ってさ、公衆の場にいて逮捕されないレベルにはだから普通の人が買っても大丈夫よね。そう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 、なんかちょっと一着目からすごいね。でもね、これがまだまだベーシックなやつですね。もっと激しいのがある。もっと激しいのある。はい、次行きましょう。早くそれでは皆様に登場していただきましょう。お願いします。赤坂美里ちゃん、うわー、イエーイ。でも今回の前回の音とまた違う雰囲気がします、うん、なんかラグビーっぽい、ちょっとスポーティーよ。ラグビーのユニフォームをオマージュさせてもらって水着になります。ボーダーだからね、ラグビー感があって、でもこの上がなくてそのままそれだけでもやっぱちょっとさっきよりもポップな感じで可愛らしさがありますよね、ボーダーが。これ後ろのさ、そうなのよ。番号は何これ？身長？テニスのサイズを表現する。ごめんなさい、ちょっとわからない。今回はロゴが前なんですね。うん、あ、そうなんですよ。ロゴは一応前になってまして、だからあれよね、いわゆるユニフォームの背番号的な感じで後ろに番号なんですよね。さすがいいいいこと言ってくれた。なるほど。でもみんな浅いよね、やっぱりここの前が、うん、なんか太郎ちゃんも出そうだよ、うん、あれだから上向きにしたら多分こんにちはですよ。そうやな。これなんか結構ピチッとしてるけど窮屈とかではないんですか？本当に私はね、サイズ感的にはちょうどいい。水に濡れてもサイズは変わらない。あ、変わらない。変わらないし。あんま水着着ないからさ。ニットじゃないんだからさ。これも別にしゃがんでも。あ、しゃがんでも。あ、これあの多分耐久性を見たいわけで、それ見たいだけの可能性あるからね。しゃがんでるところもね。え、じゃあブリッジしても。え、これちょっと触ってもいいの？私生地。生地やで、触っていいのよ。生地よ、生地、生地やで。この辺よ、この辺。どこでも感じれるでしょ。あ、ちっちゃいやつ、達也がそんな触られてる。でもさ、ちょっと指通すと、やっぱりパッドがない部分はちょっと透けやすい。透けるからね、しかもそれがいいよね。サスケくんのやつとかはもうボーダーで赤と白で白の部分だけ透けやすいっていう、またエロさがあるよね。ほんと下手だね。ごめん。これもエロストレート単品で、単品で販売しております。ちっちゃいのは S から S からですね。 S から XXL まで。でもうちの水着は割とちょっと小さめになってるかと思います。どういう選び方したら間違いないの？自分の場合は2サイズぐらいあげてます。あー、なるほど。カルバンくらいだと M とかあるんですよ、うん、でも自分製だったら XL 入ったりとか。え、そもそもちっちゃめだからってことで。ちっちゃめやねん、これ、うん、何をやってんだい。サービスタイムすぎるから怒られるって、私たち。いや、でもサービスしてるかのように見えますけども、サスケ君はこう見えて筋トレしてます。自分でやりたいことや。ちなみにあのブラザーは何色を選んでますか？赤と白、良かったね、うん、やっぱ赤と白の組み合わせが、うんうん、これ筋トレしてるだけです。後ろ見て、後ろ見て、後ろ見て、分かるわ。あ、ほら、うわ、なんかほら、エネルギーだ。白の部分の透け感が、1と5の隙間がどんどん縮まる。え、5がでかくなったり、でかくなったり、ちっちゃくなったり。パンツ3D の映画を見てるかと思った。飛び出してくるやつ、そう。ちょっと、熱い。みゆきさんは何でどうやったの？いやー、だから、私もやっぱ赤白がやっぱこの白の透け感、透けさせたいんだよ。エッチで言えばね、ちょっと大人かな、うん、この中やったら一番
ぽい感じが。さっきの含み底はちょっと違う。そうそうそう。でもさ、日焼けをさ、頑張ってる人はあの青色がすごい映える気がする。日焼けの体をさらに綺麗に見せるっていう感じ。私も青かもしれない。うん。共犯焼けって好きですか？大好き。なんだったら一回焼けたやつがちょっと違う水着履いてちょっと白が見えるとかがエッチよね。こういうパンツとかってさ、逆にさ、こういう服とかにも合わせてたらいいよね、うん、家で履いてていいと思うよ。だってなんか汗かくやん。今年は節電もせなあかんからな。いや、もうちょっと節約してもらって汗かくから大変やから。はい、ということで次のまだあるの、次のルックに行きましょう。はい、そして登場してもらいました。うわ、はい、すごい、かわいい。これは見ての通り。これは何でしょう。ライフセーバーを。すごい。え、溺れる溺れる。てか、センターのロゴもめちゃめちゃかわいいですね。これはね、ポイントは後ろに、はあ、ちょっと後ろを見せてください、皆様。かわいい。超いいじゃん。サーフレスキュー。サーフレスキュー。サーフレスキューの下は何て書いてあるんですか。ごめんなさい、ちょっと僕目が悪くて。近くで。いい、ごめんね。ライフセービング&ウォーターセーフティー。命を守る、そして水の中も安全みたいなこと。おお、すごい。多分ね。今回でも赤と黄色っていうのはもう結構定番色ですよね。そのライフセーバーっぽい。よく見る。うん。海辺とかでよく見る。はいはいはい。今回 GXY のサイズがちっちゃいやんか、その文字のサイズが、うん、ちょうど一番エロいとこについてるやんか。ちょっとやらしさが増してるね。全体的にさっきの青とかとも比べてちょっとパステルというかパキッとしたカラーですよね。え、それ上も売ってるの？これはね、あの撮影用に作りました。売ってほしいんだけど。これ売ってほしい。セットで売ってほしい。そうだろ。いや、男子助けられない。溺れるべきか、ちょっと頭の中で溺れる。一回溺れる。すいません、溺れてます。大丈夫ですか？人工呼吸で、ほんかに一瞬なるんだよ。いや、最高だな、今日の撮影。いいですね。でもちょっと待ってください。後ろこのラインがさ、ここのラインが可愛いのかな。中途半端なさ、ブランドのやつやさ、中途半端なものをちゃんとしてるよ。こっちで言って小さい頃ね、みんなで清いって確認取らない。なんだっけ、ちょっと、もう前に言われて。だってさ、今3人来てるんだよ。みんな履きたかったんでしょ。まぁ、ちょっと履きたかった。待って、聞いてないから。ケロ処理とかしてきてないから。あ、ズボン越しに。そう。あ、それはやりたい。私もあの前職好き、転職欲しいぐらい。本当に、いや、マジで差し上げる。本当ですか？めちゃめちゃ可愛い。最後にご紹介差し上げたいものがございまして、達也さんがそれを持っているということなので、ご用意いただきましょう。お願いします。はい、オーナーでー。これはどんなものなんでしょうか？はい、こちらはシアーという名前の商品になっておりまして、はい、もうその名の通りシアっていうのは透けているという意味の英単語があるんですけども、はい、透ける水着でございます。透ける水着、もう水着とはという商品です。なるほど。で、寄ってもらったらその指がもうすでに見えてるね。そうそう、指の動きやめて。水着ってさ、中が見えへんように水遊びするために履くわけやから、だからもう水着としての機能はゼロなんです。これ履いてるようで履いてない。履いた方がやばい。乾燥した状態でこの隙ぐらいやんか。水入ったんでしょ。水着だもんね、一応ね。水に入るのも素材だもん。そうなんです。じゃあ水に入ったらどうなるかっていうのをここでやってみましょうかね。う
わーちょっと待って、やらしい人いや待ってちょっと待ってちょっと待ってちょっと待ってほらクリストちょっと待って濡らすとこうなるクリスト出てる出てるやばえ、もうだったらもういらないじゃんクリストプールとか海に浸かって出てくるとこうなってるやばこれはちなみにカラーはこれだけ あいいやんこれまた変わってくるんじゃない軽靴じゃないですかねもう仕事来ないですこっちとかの透け感も見たいな見たいんだ見たいんだちょっと高すぎおじゃあ私こっちの透け感一回濡らしてちょうだい濡れもちょうだい濡れもちょうだいやらしいんだよ、その濡らし方が濡らし方がうわでも、やらしいんだって手がほら、もう透けてるっていうか、出てるっていうかどこで使うかは、お客様だって、もう普通に全部見えるこの状態で全然イエーイ女の子出さないでえ、違う今回もありがとうございましたいやいや今度じゃあスキルタオルとかも作っていただきますああ面白いかもねそれはいということでここまでやってきましたけど、うん、何か気になった商品ありましたかめちゃめちゃあった、うん、私これっていうともういろんな数々の変態に発言してるんであんま言えないんで別にしますあ言ってくださいここまで言っちゃったらでこれちょっと抜きにしてもいいぐらい別格で気になるって言ってくださいこれ以外の商品で自分の中でいいなと思ってるのは、うん15? あー15がやっぱり自分はね、個人的に好きだな夏山もやっぱりそのスケールパンツがやっぱり別格で遠藤入りでございますけれどもあのサラフのスケールはちょっと一番変わりますいやー可愛かったなカラー的にもうん最初のやつも可愛かったけど分かるなねちなみにサスケ君は何か今回のペアはどうでしょうさっき個人的に青宮さんももらっていた一番広いパンツが見たかったです前の動画で前の動画で見たじゃんオレンジ色のそうそうそうゆりきちゃんは何か気になることありましたかサスケさんが最初に着てたこの緑のディバイスリーって書いてカーキーの色味的にはうんすごいこれもう動画上がってる頃に発売はされてまだですねまだだそうなんだこれは動画上がった後に発売するし全部新商品になりますいつ頃なんですか7月末から8月にかけてお盆に向けてお盆にあいいね実家に帰るときはこれもしかしたら女性も履けるのかもしれない履ける気づいたらお母さん履いてたはいということでございましてですね概要欄の方にですね G-by3 さんのね、こちらが販売されるサイトだったりとかインスタ、ツイッター貼ってありますので皆さんぜひぜひそちらまでチェックしていただきたいなとプレゼントとかにもね、うん、いいなと思いますそのゲイ同士でも女性から男性へのプレゼントももちろんできますしすごい人気になると思うから構えてないと本当に売り切れになるものはそうなんですよ水着って割と半日ぐらいで全部売り切れちゃうんですよ、だから海外からのあれもあるでしょあるんですよだから割とすごい人気でそしてですね小原トラスさん、うん、さんによく出てくださいましたねいやいやもう私なんでごちそうさまでしたでも本当にそうだよねすごいごちそうさまでした本当に皆様大丈夫ですよご安心ください何がですか何が大丈夫です私はうまい思いをしていますがあの皆様の方がもっとうまい思いをこれからできると思いますのであなんて素敵なコメントなんでしょうか全然まとまってんよあれ、ね、プラスのね SNS とあの YouTube チャンネルで知らんけどっていうのがね貼ってあります、はい、皆さんぜひぜひこちらの方にも達也たちもねあの出させてもらってたりしてるのでG-by3 の、チャンネルの方にも出させていただいておりますので、ね、そちらの方もチェックしてください。そして太郎さんと夕日さんとサスケさんの、SNS も下に貼ってありますのでご一緒にチェックしてみてください。皆様今年の夏延長しましょう。はい、今日はありがとうございました。G-by3 男は度胸、女は愛嬌、おかまの最強。乾杯、疲労困憊、将来心配。女子もお邪魔しますの精神で歓迎